ちらが、どうですよね。このご位牌は、これはね、あの、はい、先代がね、はい、ここ、お位牌がなかったんです。そうですよね。ご位牌、あの、山梨の方にありますよね。そうそう。これで、作ったんですか。ここの、はい、薄窪の山の家屋のお位牌は、はい、普通のね、普通のその、なんの、お寺と関係ないところにありますね。あ、そうなんですか。でここになかったもんで、ああいう先代が、はいはい、あ、何もなくちゃ、そうですよね。すごい立派な大きい、ね、竹だけのもいくつか見ましたけど、このぐらい大きいのってなかなかないんで、ね、はい、あの、何もなくちゃ、そうですよね。親がなくちゃ話せない。そうですよね。お墓はあの遺髪なんですか。やはりそうです、遺髪とかです。川中島の方にもお墓ありますけど、あれはこれ、はい、これですね。あ、そうそうです。これが川中島の墓で、はい、これが銅とかで、そう、銅ですね。首は取られちゃって。首は取られて、これ銅だですね、はい。そうですね。はい。ここのが、遺髪の。紙ですよね。遺髪の。あ、なるほど。それを持ち帰ったと。ああ、なるほど。だから、大林勘助の時に、その、お嬢様が、そうそう、あれ、ここは大林勘助になっとったんだけども、はい、修行に出て、はい、武蔵野に、はい、で帰ってきたら大林のうちに本当の子ができちゃって、そうですよね、うん、10年ぐらいですかね、あそこ20年とか10年とか、そうそう、よく分かんないんですけどね。で大林家はまあ養子縁組を解消して、 それで山本に戻ってそれでここに、ま、この家に住んのと、ここに住んでたんですか。ああ、そうじゃない。住んのって、はいはい、ここか竹田のところに近い。ああ、じゃあ今川の方に行ってたっていうのは、まあ、いや、今川行ったんだけど、今行ったけど、うん、今川は断られちゃったので、はい、ああ、そうですよね、うん、伊原とか周りの、 その今川に直接使えられない今川の家臣ですよね、そうそう、に使えようと。だから本当だったら、そのまま養子だったら大林ですから牧野家に仕えるってことになってたはずじゃない、ところが帰ってきたら、うん、新たにね、あのドラマなんかでは出てましたけど、若い子供ができてしまって、あ、そういうことなんですね。で 帰るとかなくなっちゃって、うん、そういうことですよね。でこの家にしばらくおって、しばらくいたんですか。この家から武田信玄のところへ仕返していくときに、はい、もうきっとそこには帰ってこれないだろうからって髪の毛を剃って、うん、で剃った髪の毛と、はい、あの眉毛をここ置いていったと、お嬢に預けて、ああ、まあお世話になったんでね、まあ、あ、そういうことですよね。だからずっと持ってて、あの死んだ時に持ってたのを持ってきたんじゃなくて、そうそう、それ竹田、そういう説もあるんですよ。そうですか。2つ説があって、ここに置いていったっていう説と、はい、あ、持ってったと。川中島に、はい、で、亡くなって、ここへ返してきたっていう説がある、あるんですけど。そうですよね。遺髪とね、一緒にね。そう、まあ、ドラマでは、あの、持ってったっていう、まあ、形違いますけど。そうですね。高野さん、ね、その、修行に出てて、持ってたもん。最初から持ってましたもんね。持っていて、武田に行って、ずっと持ってたっていう話になってます。うん、そうですか。置いてったっていう説もあるんですね。それはね、山梨に行くと、はい、関福の、なんていうか、ご用がある、あるとこは、はい、お不動さんの、はい、関福不動